去年11月、羽生結弦さんは少々お疲れの様子でした。大変です。けど、まあ自分もいろんな思いを込めて滑らせていただけてるんで、それだけ幸せです。プロ転向から4ヶ月、アイスショーの出演と準備に追われる日々です。この日は3月のショーに向けてビジュアル撮影。メイクはめったにしないとか。なんか不思議ですね。こうやってメイクされてるの。基本ほぼ塗らんから。スケート靴を履いて衣装に着替え、カメラの前に立ちます。自らアイデア出しも。やっぱでも背広げる。今回の新しいアイスショーのタイトルは、ピョンチャンオリンピックのエキシビションで披露したプログラムと同じ、ノッテステラータ。東日本大震災で大きな傷を負ったふるさと宮城への思いを込めた演目です。ショーが行われるのは3月11日。特別な思いがありました。プロになったからこそ、その大切な日に演技できる、皆さんの中のそれぞれの 3.11 を思い出したり、人と人とのつながりを感じられたり、なんかそういう機会になったらいいなって思ってます。一方、今回のショーにはスペシャルゲストも。気持ちわかるんですよね、これをやる気持ちが。左肩をまっすぐにさせてるんだ。画像を見てポーズを再現。そう、スペシャルゲストとは体操界のレジェンド内村航平さん。高難度の技を圧倒的な完成度で見せる王者。オリンピックの個人総合2連覇、体操界で一時代を築いたレジェンドです。かっこいいなって思います。ずっと勝ち続けてきて、で自分の演技を磨き続けてきて、なんか憧れの先輩であり、同じ価値観を持ってる方だと思いますし、その金メダリスト2人が今回フィギュアと体操を同じ演目で披露するのです。去年12月、2人揃って初めての打ち合わせが行われました。いろいろ、僕自身も表現したいことがあるし、内村さんも多分表現したいこともあると思いますので。内村さんとはこれまで対談や表彰式で数回会っただけ。お願いします。お願いします。まさか一緒にできるなんて。あ、光栄です。ちょっと今めっちゃ今いろいろ考えてました。どうしたらいいかなと思って。どこまでやりたいですか。どこまでやりたいか。今回のショーで初めて共演する2人。フィギュアスケートと体操のコラボは日本のアイスショーでは初の試みです。どんな技を組み込むか2人で具体的に検討。アイドって何でしょう。あー、シューってなる。羽生さんの象徴的な技、ハイドロブレーディング。お互いの技を教え合いながら構成などを決めていきます。かっこいいと思うな、めちゃくちゃ。ここのバーンの音はジャンプだと思うんですよ、僕。3日連続で行われるショー。疲れがたまるため体調管理も重要ですが。調子悪いとかないです。大丈夫です。気分です。俺もそう言えるよね。いや、悪くても多分できます。およそ2時間、意見を交わした2人は。いや、もう楽しみしかないですよ。羽生結弦との、結弦とのっていうか、その結弦さんのショーに出して、ジグルでいいですよね。出していただける。
満ちすぎるし相手が大きすぎるんでちょっとあの迷惑かけないようにっていう思いとそれなりにプレッシャーをかけて僕は挑みたいと思ってます。動きの方向とかなんか僕が受け取るのか僕が受け取ったものをまた内村さんに返すのかそして一緒になんかぶつかって衝突し合ってバンっていくのかなんかそういったことをなんか感じながらできたらいいなとは思いますし打ち合わせをもとにお互い別々に練習することになりました。年明け羽生さんがコラボの練習をスタート。この日はソロで滑る部分の振り付けです。Hi David. Hi Yuzu. Good morning. こんばんは。Good morning. こんばんは。振り付けはカナダに住むデイビッド・ウィルソンさん。羽生さんが初めて金メダルを獲得したソチのフリーを担当した振付師です。ショーの内容を説明して早速振り付けを開始。Two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Hi. So, when you like here, I was starting. Energy and like that. Yeah. So I was starting. And you're like. On top, and melting. Nice. 振り付けは順調に進みました。おやすみなさい。So, thank you so much. 一方、内村さんの練習もスタート。こちらは体育館です。お願いします。まずは羽生さんが演技する映像をチェック。その後、ウォームアップをしながらコラボの動きを考えました。羽生さんが滑る位置も確認。もうだいぶ見えてはきました。あとは実際ここには羽生くんがいるんでどうなるのかっていう。来月に迫った2人の初共演、スケート界と体操界のレジェンドが新たな挑戦に臨みます。新しい見せ方だと思うんで、お互いの競技としてそこで何かいいものが生まれれば、フィギュアスケートと内村航平の美しさっていうのが融合した時にどうやって美しさがどういうふうな相乗効果で見えていくのかっていうのをすごく楽しみにしてほしいなって。